1975年撮影の相馬市、中心部周辺の空中写真。1975年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。上空からの相馬市、相馬市中心部相馬市は、福島県浜通りの北部に位置する市、福島県の浜通り北部に位置する都市である。戦国時代後期から江戸時代にかけて、 相馬市の本拠地であり、特に江戸時代には中村藩六万国の城下町として栄えた。相馬市政施行以前は、歌郡に属していた。近隣の相馬郡や南相馬市を含めた相馬エリアの中で、相馬市は行政機関の出張所が集約された土地であり、福島県中通りへのアクセスに最も長けた要所としての特徴を有する。公安や 海水浴場といった海辺を生かした産業で賑わいを見せている。相馬や馬追いが有名であり、当地の藩主であった相馬市との縁は深く、近代まで相馬や馬追いの出陣式に相馬市の当主を招いていたことからも伺える。また、相馬市が馬の紋章を用いたことにちなんで、市街地には馬の銅像が点在する。またに宮みや徳が、木が、 基金にに陥っったた各地地の村々に司法を行った土地でもある中村城跡にある相馬中村神社は、病見菩薩と平の正門を建てる神社として、こんなお参拝者が多い、相馬本歌など多くの民謡の発祥地でもある、西に阿武熊高地、相馬丘陵と霊山を最高峰に、山々がそばへ、東が太平洋に面しており、 歌川と小泉川の河口にできた関湖である松川浦が存在する県庁所在地の福島市へは国道115号で浜通り地方最大都市の岩市へは南北に貫く常磐線国道6号常磐自動車道で移動することが可能である相馬市を含む浜通り北半分の地理的特徴として阿武熊高地を越えて福島市夜の森を越えて岩市 駒上峰を越えて、宮城県境と、各種落としへ向かうには難所を通る必要がある。国土地理院地理情報によると、相馬市の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは 28km、南北の長さは 13km である。福島県が東北地方に区分されていることから、雪が多いと思われがちだが、相馬市を含めた浜通りは冬に、 雪がほとんど降らない温暖な気候でありながら、夏は涼しい、福島県太平洋沿岸部に見られる特徴である。日本海からの季節風は山脈によって遮られるため、冬場でも雪が少ない。8月の平均気温は、摂氏23.7度と夏は涼しく、熱帯夜になることは、ほとんどない。1月の平均気温は、摂氏1.8度と福島県の中では温暖な気候であるが、 2010年2月7日の寒波でマイナス14.0度を観測し、1976年12月の観測開始以来の最低気温記録を26年ぶりに更新した。相馬中村城大手門2008年10月1日現在、産業人工高等学校中学校、小学校特別支援学校私立、幼稚園私立幼稚園私立保育園児童館。 学童保育相馬駅福島県内の主な移動手段は西へ福島市に国道115号が通じており2020年度までに東北中央自動車道が全通予定である南北へは岩き市や宮城県境に常磐自動車道や国道6号常磐線が通じている一般路線高速バス高速道路国道福島県道道路原表道の駅観光地 サイジベント施設行政観光、ありがとうございます。